皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2019年公開の、ミッドサマー。現代、ミッドサマー。監督と脚本は、アリアスター。主な出演は、フローレンス・ピュー、ジャック・レーナー、ウィル・ポールター、など。事故で家族を亡くした大学生のダニーは、人里離れた土地で90年に一度行われる祝祭に参加するため、恋人など5人でスウェーデンに行く。その村では花が咲き誇り、明るく歌い踊る村人たちはとても親切で、まるで楽園のように見えた。というストーリー。アリアスター監督のセンス満載のじわじわと来る系のサイコホラー。古い風習が残る場所を現代人が訪れて揉める、という話の本質はグリーンインフェルノとあまり変わらないのだが、舞台が北欧だと明るい雰囲気になるのが不思議。色鮮やかな映像と美しい音楽が印象的な一方で、意外とエログロ描写が多いので注意。といってもビジュアル面での怖さよりは、見ていて居心地が悪い、気味が悪いという感じで精神的に応える。ということで、評価は。Thumbs down.